はい、5月の7日日曜日、朝の牧場見回りとひな世話行きます。はい、おはようございます。今朝ごはんあげました。だんだんでっぷり太ってきてます。はい、天気は、先ほどまで雨が降っておりましたが、今やんでます。今がチャンス。今ならカッパを着ずに行ける。そうそう、昨日さ、うん、あの朝鍵開けに行こうとしたらさ、うん、開いてた。あのお客さんの方も。あら、閉めてなかったもん。閉めて開けた。今がチャンスとか言ってると雨が降ってくる。まだ大丈夫です。あまりはしっかりしないと。うん、やばいな、雨が降ると虫が来るよ家の中にな。まだ今年は去年ほど厳重なやつやってないから。そうそうそう、一昨日さ、ここに来て2年目だけど、初めてゴキブリがうちに出て、あっていうか全ての虫を合わせて初めてうちに虫が出て、それがゴキだったの。そう、ゲジゲジとか雲とかもないなかった。あの来た時に家の周りに強力な、うん、何アリ対策とか殺虫剤とか巻きまくって、なるほど、絶対入ってこえないようにしたんだけど、うん、ね、気の緩みか、はい、雑草がね、あ、雑草放置してんのと、それは入ってきやすい。まだ薬も巻き終わってない。今日は日曜日でおじいちゃんがいないので、いないです。卵とにも全部我々がいます。あるかな、卵。昨日の夕方6個。ああ、すごい、大量です。あるかな。午前中で6個。みんな夕方に産むんだ。夕方と夜。あった。あった。はい。これならば取れるんじゃないか。はい、メスもオスもあっちにいる。ここは14番。14番。またかよ。すごい、まにまに、こののところないんで。ないぞ。14番じゃない卵はどれでしょうって。あー、やってみる。あ、でも14番って全部使っちゃうやつ。あ、そうです。全部フランキーに入れちゃう。雨降ってきた。意地悪だな。えらいね、雨が降ってると分かったら屋根の下に入ってくる。えらいぞみんな。はい、おはよう。移動してきたね。はい、おはよう。あれはただの臆病者ですね。打倒の視力なら遠くからお手柄が移動してるの見えてるはずなのに、いきなり動く
とびっくりそっか、おはようみんな卵はなさげ、風が強い、うん、久しぶりじゃない、確かにゴールデンウィークは、うん、なんだろう、みんなのために晴れて、ずっと晴れてた、我慢してたものが、あと来週の水曜日は晴れるらしい、卵あったよ、ちゃんと巣に産んでる、そうそうそう、はい、ね、みんながあっちにいる間に卵泥棒、誰も気づいてない飛び出すとるだ、俺は気づいてるぞって感じでこっちの猫、お向かいさん卵盗まれてますよって連携してさ、今取られてるぞって教えたら面白いというか、こっちとしては大変だ、向かいさーって今向かったよって気づいたか、おはよう、こいつだけだよね、こんなに赤いの、この人が最後の濃いレッドネック、にしてはちょっとちっちゃめな、あー、レッドネックはでかくて凶暴なんだっけ、凶暴、一生がない凶暴、でも、レッド系なんか全体的になんかピンクがかってる、はい、おはよう、ね、餌はね、そのうち作るよ、砂車の、砂車じゃないや、ここ土が多くて自転車が漕ぎにくい、そうそうそう、止まってる時の次進むのが大変、はい、おはよう、もうきっとショーンは忘れただろう、あ、でもね、慣れさせてはくれるんだ、あ、でもみんなでかくなってさ、はい、ドイツがショーンだかわかんないよ、あ、頭の持ちだ、うわ、まだまだかろうじてでかいかな、うん、頭がでかいというか毛がふさふさしてる、いや全体的にでかい、でかくない、あの骸骨、頭頭骸骨自体がでかいか、うん、さて、別の楽園は最近ないですね最近全くないですけど、カメラ向けるとというか、俺らが行くと、うん、メスが一頭座って、その上にスプラが乗るという、うん、それもなんか、人に言わされてるのかな、ちゃんとやってるよ、ちゃんとね、ダチョウとしての生活を全うしてますよ、はいね、はい、今座ってるメスは小さいね、はい、今日は乗らないらしい、そう言っていたら
痛い痛い。今ミシミシっすね。まあね、そんな端っこに座られてもね。はい、卵ありませんでした。はい。じゃこのままひなしたまで。はい。はい、ひなしゃの背羽いきます。はい、昨日までは霞もかかっておらず山がいっぱい見えたんですけど、今日はね、雨のせいか、雨のせいですね。はい、水蒸気でいっぱいです。はい、カラスが鳴いてます。そうね、はい、屋根もここにできたということで、雨が降っても何の心配もございません。はい、でも大雨が降った場合とか氷が降った場合はボカ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 音がするでしょうね。はい、夏の夕立怖いですね。はい、屋根ができたのはいいけどさ、夏の夕立とかさ、氷が降ってきたらさ、ボカンボカン音が鳴るよね。ああ、どうしたの。え、なんか向こうでパニックが、卵を捨てられた怒り、あれ怒りの湖。はい、おはよう、みんな。あれ、太陽がついてる。じゃ、ない？太陽が。はい、エアコンの温度は27度。換気扇回す？はい、回します。はい、おはようございます。はい、現在の室温は 28.7 度、湿度は 45%、 いつになく湿度が高いです。5月の、7日、はい、34の区画と34、はい、暑いのかな、28度だもん。換気扇を、はい、太陽つけ込むと大丈夫だったっけ。向こう側で寝たかな、ちょっとなんてない。ここの室温は、お庭でもちょっと暑い。はい、太陽が明るすぎて昨日はピヤピヤだったようです。このドアもいつかスライドドアになったらいいんだ。スライドとかこう、ね、ちょいくらいがついてるようにタイプ。そうそうそう、これがいいな、これガーッと、ガーッと。はい、28.2 の 31.1、お願いします。いや、フンがいっぱい。はい、今はこの隅で寝ております。一羽は、早く壁の外に出してくれと言わんばかりの、はい、14番ですね、元気です。14番ってさ、自力で全て出てきてた人。
はよう。首でかいね。首縛ってない？大丈夫？そんなことある？衝撃だ。はい。お聞きするので、はい、ヒナを間近でご覧ください。ダメージがいかないか心配なんだけど。この子ね、さっき威嚇の話してた。怖い子だ。すごい。何番だ、まだ。多分1番。ダメだ。そうね。そうなんだ。もう10番。そうね、ここ1年、威嚇は近く生まれる予定の長男だ。トップだ。すごい
杯でいいと思う。食べてる証拠ではあるけど。はい。なんだろう。うんこの粘性。これからどんどん取れなくなってきます。確かに。なんか自分じゃダメだぞ。トイレを作るとあそこにしてくれ。そうそうそう。はい。先に興味があるのかい。ほら、人にくっつくのやめなさい。餌つけ餌を。えないな。気に小さいけどよく食べるね。何本だ。昨日ね、5番ね、食べたよ、醤油。誰もいない時は食ってんだけど、誰か来ると、あ、こいつ5番じゃないの。頭剥げてるけど、こいつ何番。今食べてたでしょ。食べてた。ほら、誰か来ると、誰かの方が。どう？寂しい。一撃が痛いよ。なんで目を狙うんだ。食べて食べてよ、これ食べた。いいよ、ほら。もう強制給餌は嫌なんでしょ。人をつつく癖は治らないと。ほら、幼稚園保育園に外に出されちゃうよ。餌がないんだよ。嫌ですね。ちゃんとしてるはずなのに、この日なしにもハエがいる。どっから来たんだ。バコナが必要になった。来た。幼虫なのか。幼虫のうちに撃退しようって話。なんかハエを倒すやつってなくない？え、それ田舎にあるやつ。え、あの食卓なのになんでど真ん中にあれがあるのみたいな。え、うちの田舎は食卓のど真ん中にあったけど。おばあちゃん家とか。ああ、食べ物に丸よりはマシということ。いいぞ、食べなさい。もっと食べて大きくなりなさい。みんな食べてる。なんか CD なくても食べてくれるからいいよね。え、今やった。早く行きな、ブスって。今日から中にも餌をあげようか。どんぐらい？うっすら。
サラ、サラ、むずいなつか。ぐらいかな。はい。はい。ここに座ってるとホワイトノイズが伝わる。どこだか忘れたけど、宝石を食べさせて動く宝箱にしてたとか、してないとか。ダチョウに宝石とかいろいろ食べさせて、その重いじゃん、自分で運ぶと。移動式の本当に宝箱で、いざ取り出すときにやっちゃうってこと。アニメの柔らかい床を使ってるんですけど、フンの掃除が大変です。何かいいアイデアがございましたらコメント欄にお願いします。はい、音を出したりフンがあまり刺激しないような方法でお願いします。おいで、かわいいね、キュン。キュン5番じゃないか。元気かい？ご飯食べな。なんだろうね。何事にも興味が津々なのは良くないですね。人間の子供だったらいいんじゃない？ねえ、君。君いいよ。強制給餌の甲斐あってか、自分で水飲むし、自分で餌食べるし。あとはね、もうちょっと体が丸っこくなればね、安心なんですけどね。ね、かわいいね。完全に5番。
単独取材みたいになってるけど。はい。ね。まあそうね。完全には無理だよ。編集してて可愛いんだけど。何が寂しいの？僕にも構ってってこと？どうした？どうしたの？なんで泣いてんの？いい音源だね。残念ながらそれは嘘ではない。ああ、そうね。紺色のつなぎの中でもさ、緑になってたりするじゃん。うんうん。どうしたどうした、かまってあげようか。どうした、困ってもらえないと分かってどっか行くのか。どうした、お母さんはいないよ。あ、1番、うん、ああ、長男としての責任の重さが耐えられなくなっちゃった。で、君は次男だろう。確か多分2番。じゃあ次男は甘えが上手ですね。大丈夫大丈夫。君は3男だね。でかくなったね。まあ、足がなんか伸びた。めっちゃ食ってるかな、あいつ。みんな頑張って。水飲んで、餌食べて。ね、まあ、みんな、まあ、一番が寂しがってるからね、ちょっと構ってあげて。ね、みんな、仲良くね。何か体に異常があった時も泣くのかな。後ろに後ずさいでしょ。だね。仲良くご飯食べて、長靴は食べなくていいから。そろそろそろ。はい、ということで、5月の、7日の避難者でした。はい、じゃあねー。